はい、ジャズドラマーの黒田です。今回はですね、寄付法について、ジャズの寄付法、僕が使ってる寄付法ですね。なので、おすすめの寄付法というか、ジャズの上達するのはやっぱりこうコピーたくさんするといいんですね。人のフレーズをたくさんコピーして、あ、こういうところにこういう音入れるんだみたいなのがね。ただその書くのが煩わしいと、どうしてもちょっと難しくなっちゃうもんですから。で、普通はこう、この譜面でいうとこのこうやって書くわけじゃないですかね。という具合に書くんですけど、これリズムをそのままキープしてる。要は、シンバルレガートは、四分音符だけでもいいし、裏拍も入れるっていうのは、別の動画でやってるので、ちょっとそれは、詳細の方に書いてあるので、そこのリンクで飛んでみても、先見ていただければいいと思うんですが、レガートはこの裏拍をこうやって使う形、これやるのは当たり前 で、二重線を超えたとこは段落の区切れなので、基本クラッシュします。あえてクラッシュしてないとこはクラッシュをしてないというふうに書けばいいわけで、いちいち書く必要ないじゃないですか。そしたら二重線を渡るときはここにフィルインを入れて、次の頭でクラッシュをするわけだから、上はもうこう全部スラッシュを書いてしまえば全然問題ないということなんですね。なんで二重線だけ書いとけばクラッシュを勝手にすると。で、ここの合いの手も勝手に開いて入れるんだけど、この合いの手の入れ方をコピーするときはどうするかというと、これ半拍のスラッシュってないんですよ。だからここはレガートをしながら3の裏にスネアを入れてくれというタイミングなので、なので演奏法としてはこうなるわけです。ね。で、これも本当は手の部分は全部こう4拍あって、足の部分も必ず休符で合わせて帳尻合わせなきゃいけないけど、スラッシュの真下に書けばもう分かるんで、それはいちいちこの休符とかでやらなくても。ハイハートと同時のタイミングにバスドラだけがこうイレギュラーなものだけ書いていけばいい。そうするとここはというふうに読めるわけですね。そうするとここもこう休符だけど、ここはレガートが埋まってて、ここちょっとハイハット書いちゃいましたけど、ここハイハットやると大変なんで、こういう時はもうライド、これ同音ですからね、この裏からレガートのね、この同音っていうのは次の音を押すための音なんで、これライドで残しておく必要は基本的にないんですよ。なのでこれでもう全然問題ないわけですね。なのでスラッシュがこうやって書いてあって、この休符は何だって言ったら、ここは裏を表現するための休符であって、この間は普通のシンバルレガートの基本パターンプラスアルファっていうふうに考えてもらえばいいわけですね。そうすると譜面もこんだけ書くだけで、この下のやつを全部書かなくていいでしょ。だからすごくこう時間効率も良くなるし、で、足で演奏するものは下から生やす、これはもう間違いないですね。だからハイハットで踏んだ場合は、イレギュラーで踏んでる時はこの下から生やして書けばいいわけだから、というふうに考えて書いていただけると、基本このスラッシュっていうのは何かって言ったら、この間ずっとリズムをこうやって埋めてますよっていうだけの意味なんですね。で、そこをリズムパターン前後の進行で一番いいレガートなので、レガートをっていうふうにやってる場合もあるので、例えばここのこの譜面もみたいな感じにすることも全然ありますし、ただこの音とてだけ完成するんじゃなくて、僕の譜面ではいつも上にメロディーとか、こう他の人のソロのこうリズムが上に書いてありますよね。でそれを一緒に歌って、歌いながらその音源に合わせてこのコピーを練習していただけると、そうすると、あ、こういうメロディー歌ってると、ここにこうやって音が入るとすごくバランスがいいんだなっていう、上手い人のやつをねコピーしてると、だん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 分かってきますから。でも経験値なんで、なのでここを例えばステージ4なんかの人なんかだと、僕はもう説明がかなり端折ってますけど、それはもう感覚でもう仕入れたものでしかないので、そういう感覚を身につけてもらって、理論はさておき、基本的にこのレガートをしながらこういうコンピングを一緒にやるときに、ちゃんと相手のメロディーも
下手くそで僕いつも歌ってる音痴ですからね、音痴で全然構わないので一緒に歌を歌って、その歌に対してこうスパイスを与えてるとか、それをこうより良くなるように演奏してるっていうイメージなんですね。というところをしっかりやっていただければ譜面は読めるようになっていくと思います。なので僕の譜面をパッて見ると何も書いてないんで面食らうと思いますが、この間は別に何を埋めても構わないし、この間はこういうふうにレガートのコンピングの練習をするんで、コピーして練習するんであればしっかりコピーして、あ、こういうところに音が入ればいいんだな、こういうのところでね、こういうところで皆さん勝手に自由にやっていいよってやると、みんな大体そうなんですけど、一小節の頭にバスドラ入れるんですよ。小説の頭にバスドラっていうのはほとんど入れないですから、コンピングをしてて小説の頭なんて一番こうリズムが止まっちゃうとこなんで、ここに音を入れてしまうとすごくジャズっぽくなくなるんですね。ただロックって小説の頭にバスドラを打たないことがないんで癖になっちゃってるんです、ロックの人はね。ロックの人がこういう譜面で見てそのままなんか適当にやっちゃうと、今みたいなスタイルになってこうスピード感がないねって言われたりするんですね。じゃあスピード感って何かって言ったら、今みたいに要は止める音さえね入れなければこうやって推進していくわけだから、そういうところをうまく考えて練習する。練習するときはやっぱりいい、特にフィリー・ジョー・ジョーンズの、もうなんであの人があんなにレコーディングしてるかって言ったらコンピングがうまいんですよ。ただあの時のヴァン・ゲルダーとかのレコーディングっていう、このレコーディングエンジニアのねやつってすごくこう足をあんま取らないんですね。だから足がすごいちっちゃい音で入ってて、すごくいいレコードで聴いていいシステムで聴くとバスドラちゃんと入ってるんですけど、かなりバスドラ多用してるんですけど、例えばマイルスのクッキンとかリラクシーのあたりってバスドラ聞こえないんですね。すごくいいヘッドホンで聴くか、僕なんか今家で使ってる3万ぐらいのヘッドホン使ってます、すごいコピーしやすいですね、すごく聞こえてきます。それかものすごいしょぼい100均で買ったイヤホンだとバスドラの成分が入ると音がバリって割れるんですよ。でバリって割れるところを譜面取っていったりとかしましたけど、っていう具合にバスドラが抜けてるとコンピングが、要は左手と足でっていう風につなげてるのが、だとあんまつながっていかないでしょ。だからバスドラが抜けちゃうと今一つコピーしてもなんかうまくいかない。だから僕はずっとフィリーのコピーするの好きじゃなかったんですけど、ある時にあ、この人ものすごいちゃんとしてるっていうか、一番すごいと思います、コンピングはね。だから聞き取りやすいのはジミー・コブとか、アート・テイラーのあたりのやつって、バスドラ、あの人たちバスドラ結構特に大きいから、よく聞き取りやすいと思いますが、まあそのあたりちょっと詳細にも書いておきますが、聞き取りやすい、アルバムなんかから聞いていただくと。でコンピングはね、書いたものそのままやってもいいけど、自分で取ることによってね、何回も何回も聞くからジャズのサウンド感を覚えるんですよ。でそれね合わせて叩いてたら気持ちよくなってきて、そうするとだん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 上手くなりますから。というまずはコピーっていうところもそうなんですが、まあ、楽曲を叩けるようにする、で相手のことを理解しながら楽しみながら、だからいっぺんに全部無理なんで8小節とかね、そういうのをやっていただけるという、こういうのを僕はパソコンのソフト使って手前にメトロノーム入れて8小節できたらやった、次の8小節やったみたいな、ゲームみたいにして楽しむことですね。楽しくないと練習したくなくなるし、楽しいといくらでも練習したくなる。ここが上手い人と上手くなる人と上手くならない人の差ですね。上手くなる人っていうのはゲーム形式でどんどんどん楽しく、練習が楽しくて仕方がない、やめれない、ゲームやってる感じなんですね。そういう感覚に持っていけたらぜひものすごい楽しいんで、ぜひトライしてみてください。以上、寄付法でした。ありがとうございました。